じゃあさっき受験問題解くとき大事なポイントって何だって言ったっけ、うん、流れと逆算ですね。はい、なんでこんなこと計算しなきゃいけないのって思うかもしれないけど、とりあえず新しく出てきた IN プラス1っていうのの正体を知りたいですよね。じゃあ分かんないけど一旦これ計算してみようかっていう発想になるわけなんですよ。書いてみましょう。 IN プラス1だからこれを元にどう受けますか。この積分、まあここ掛け算の積分だよね。どうやってやります。まあ大体 E のなんとか乗って出てきたらこれだよね。部分積分法ってやつです。積分そのままそのまま微分ってやつだね。じゃあやってみましょう。どっち積分する。うん、絶対こっちだよね。だってこれ形楽だもんね。 E のマイナス X 乗積分したら、そうマイナス E のマイナス X 乗ですね。これを積分してあげる。マイナス E のマイナス X 乗、こうなって引く0から1ので、積分そのままそのまま微分だね。これ微分したらどうなるの。うん、まず N プラス A が前に出てくる。で次数が1個下がるよね。じゃあ X の N プラス A マイナス1乗でそのままだからマイナス E のマイナス X 乗と。部分積分法でよくプラスマイナスのミス多い人が言います。慣れるまでは丁寧にカッコとかつけてちゃんとプラスマイナスそのまま、頭の中でやらずに書いて考えてください。そしたらミスは減ります。じゃあこれ計算していこう。はい、こっちまず1入れて、1で1だからマイナス E 分の1かな。で0入れたら0だね。でここ、まあ、マイナスマイナスでまずプラスになる。 N プラス A は積分に関係ないよね。じゃあ前に出して OK。 はい、ここで何か気づきますか。なんか見覚えある形出てきたよね。ここだ、これだ、これが〇〇 IN だよと。ここでこの形がなんとなくしっくりくるわけです。 N プラス A 倍の IN、 お、 N プラス A 倍の IN ですよね。ってことは IN プラス1引く N プラス A 倍の IN 求めたかったらこれどうする。もうこれ移行するだけで解決ですね。あとこれ持っていくだけ。 IN プラス1引く N プラス A 倍の IN イコール残ったのはこいつだよね。マイナス E 分の1と。以上です。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours